やめろ。会社の片手間にちょっと蹴ったら立った。ちょっとどけなんだ。待ちゃいい。すいません、なんか叩くのかってください。今日は BJ さんの話しましょう。パートです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 。太田社長、マッチャー社長、マッチャーここにも入ってます。勝負社長がどんどん上がる。あんまりない。そうっすね、慣れないですね。慣れ、ほんまだね。え、なんでアワビをしようとした？リアルな話なんやけど。いや、わかんない、わかんない。ちょっと養殖場の話があったんで、うん、アワビやったら、まあ、和歌山にもないし、市場取れるかなと思って。あ、でもそれでいきなりやって参入して、楽天1位って。楽天なんか登録した？楽天で店舗出して、まあ、僕もともと楽天に携わる仕事もあるんで、それやってて、e コマースで経験あったんで、多分職人でやってもうまいこといくかなと思って。でもすごいわな、アワビやろうって。女の子でもなんか素潜り漁師でもやろうかなみたいな。まあ、いろいろ考えたんですか。俺カラオケだよ。僕ら何も聞こえないマッチャー社長、僕かとない痛いんです。どこで働いてるの？高尾よくず。北川組の北川社長、北川工業、北川組で、そうだ、役だ。全グレ。カジノ社長、はい、バイナリーの勝てる法則って何なんですか？法則は別にね、ないですよ。直感、まあ、直感じゃないですけど、直感、まあ、直感ですかね。まあ、見ながらやってるんですけど、最近は調子いいです。勝率9割やもんな。9割ぐらいありますよ、ね。あと25日じゃないですか。平均は月は8割ぐらいの。マジで？もっと投資した方が良かったんじゃない？1億円も15000万、元金9000万。今のまま調子いいですよ。預けるから増やしやる。今一応10本だよ。ほんまに？はい。じゃあこの勝率保てれば。現物式でいい。200万ぐらいだから。来月400万だから。なんでやねん。でもさ、倍やろ、1回で。1回だろ？はい。勝率9割やったら。そうですね。そうですね。はい。失敗や。いやいやいや、つけてるから、つけてるから、つけてるから。マッチョの時計にしとけや。はい。マッチョの時計なんだ。マッチョに。これといったあれじゃないんですけど、でも一番はやっぱあれ、家庭応援も出るよね。家庭は5番目だからトモキガマゴールで協定やのに、予想するとき絶対にこうやるもんね。まあ選手の力強さの関係とかあったな。マッチャー、これも何も負けんだよ。次マッチャー、レート引いてもいいから投げよ。わかりました。とりあえずマッチャー、1000円でもいいよ。はい、50万買ったり。1回で50万買ったの？はい。それ1回何もかけるの？入ったけのかな。いや、ワンピースみたいなこと言うの。入ってけーな、夢を。ムカつくわ。ムカつくわ。お前さん、そして。はい。消えれれ。そこだけモザイク。ここだけ。でもほんまにでもよ、カジノすごいなと思う。な、三連単位だ。単位だ。単だけやもん。単だけです。じゃあちなみに単位やったらやっぱり牛もやっぱ単だけ。AJ 工業のアキラ社長、まあ、今日は祝勝会員だよな。はい、アキラ社長の祝勝会員。嬉しいです。蹴りまくった、蹴りまくりました。蹴りできた、蹴りしかしないです。マジで。はい。カウキ、カウキカシュキック、輪体損傷したらしいです。そうだ。ちなみに AJ 工業は基本的な仕事は何やってるの？主に解体とアスベスト、うん、アスベストがメインなんですけど。メイク今回どっちがメインな？人生のプラン的には経営者がメインなんか。メインです。格闘技がメインなんか。いや、経営者ですね。
ってことは、この前負けた人、屈辱的やな。会社の片手前にちょっと蹴ったら、立った。ジャイルめちゃくちゃ有名だもんな。あ、そうね、あれ誰だ、なんかすごいな。めっちゃ有名らしいな。昔の平安の選手とか戦って、マイティモーンとか。マイティモーンってラップ立ってる人じゃん。違う全然わからないです全然わからないです。ジェノン・ロガンとかピーターズやったっしね。ピーターズとお前します。おー、ピーターズは2ラウンドかかったんで倒すの。マジで今ピーターズとトーマス・スタンレーっていうのがセコンドついてるヘビー級の人してる。あ、内田君。何くん内田優。あ、そう、内田あれのセコンドついてるトーマス・スタンレーって思ってる。俺あれにボコボコに分かれてるから名古屋のクラブだよ。そうトーマス・スタンレーボコボコに分かれてる名古屋でトーマス・ジムってあんねんけど、そこのジムでみんな やってるやつが ID っていうクラブでみんな勤めてんねんけど、そこで喧嘩なって10対3ぐらいで喧嘩なって喧嘩じゃないけど、まあ全然俺は分かんないけどでボコボコに分かれてるジャイロ選手もそうなんですよ。マジで、はい、おったじゃん、その時結構前。ブラジルなんで。ブラジル系、ブラジル系エンリケとかおったもん。あ、そうです。あれ強いって、バーシュバカレー。だって次の日新幹線で帰って大阪駅の蕎麦屋さんでな、もう悲しい言うて、顎痛いからだし巻き食べようと思ったらだし巻きも噛まれへんかったもん。エンリケって俺あれキャバドのエンリケやな。同じこと言ってる。僕と同じこと言ってる。名古屋やな。言うて、言うてね。え、でもよ、庶民話してるコンプラに違反してなかったから全然気弱くないよ。どうなんですかね。こんなくらいで行けなかんの。流れてるよ。あ、そうですね。じゃあから出られへんの。事故で一回こうやってね、まあジムも完全にコンプラがあるんですよ。ジム自体がもうなんで。でも海外の試合は自分で取るんですよ。それが自分です。ジムの名前を借りてるだけなんで、練習も自分で探して練習させてもらってるし。ちなみにでも言ったけど、実力で言ったら普通に気温が入ったら強いやつ、強いやつ。コーズでやれや、ほんだ。コーズ。アニマル。アニマルはアニエですよ。アニエ、もう全然。いるぞ、まだアニマルのコーズ。いや、アニマル浜口やん。でも今回有名な選手だったんで、もしかしたらワンチャンか。あ、でも今話進んでるらしい。マジで今のうちに3位変えてたら、給料高くなる。マジで勝ち方。3位変えてたら、任せろ。サイン買いだってよ、これ。マジでいいんですか。いいよ。はい、かっこいい。何のサインやよ。MJ。いいと思います。あれ7日バンド。マジで。何したの。30。ベルサーチ。何サーチ。ベルサーチ。何サーチ。ベルサーチ。30万。はい、何サーチ。これ2本。すいません。肩肘も勝ちください。肩肘の頭。眉毛めっちゃ太なってるやん。どうですか。メガネと同じぐらいの面積。ほぼ黒い。半分黒い。笑い方よ。危なかったですね、笑い方が。まあこんな感じでちょっとね、今からまたボーリング行くんで。ボーリングであるのかよ。あら、そのラウンドはあれ。ラウンドはなかったらもう分かんちゃう。まあどんな感じで、お疲れ様です。お疲れ様でした。